こんばんは。こんばんは。こんばんは。やっほー。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。なんかもういろいろボロボロなんだけど、顔もだけど前髪もだし、まあいっか。もうなんかメイクを直す気力もないぐらい暑くて暑くてもう無理ですね。ちょっと暑すぎますね。一回ちょっと寝ちゃったんだけど家で。顔無事これこんばんは。こんばんは。ギフトもありがとうございます。今日はオンライン特典会でした。ありがとうございました。楽しかった。こんばんは。やっほー。こんばんは。そう、平日だったからね。そう、きっと見れてない、リアルタイムで見れてない方も多いと思うので、アーカイブちゃんとあるから、アーカイブぜひ見てくださいね。こんばんは。ありがとう。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。こんばんは。コンサートの席まあまあだった。あ、見たよ。メッセージくれてたよね。見た見た。ありがとね。もう席みんなわかるのかな。もうどこにいても見つけるわよ、私が見つけるわよ。こんばんは。ありがとう。ギフト緊張でそれどころじゃないかもしれないけど見てはいるからね、ちゃんと。まあ、もしかしたら皆さんの近くに行くかもしれないんでね皆さんの近くに行くかもしれないし、まあ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 、何があるか分かりません。まあ一緒に楽しみましょう。8日、もうすぐだね。早いね。なんかさ、今日もさ、オンライン特典会でさ、生写真にさ、日付とか書いてたんだけどさ、8月、今日8月5日じゃん。もう何回見ても「え、8月?」ってなって、8月な気がしなすぎて、本当に「え、8月?」みたいな。もうこのくだりを50回ぐらいした今日8月っていうの、時の流れが早すぎて信じられなくて。そう、8月みたいな。もう早いね、ほんと。ありがとう。わ、ミラーボールありがとう。他にもギフトありがとうございます。ありがとう。オンライン特典会楽しかったですね。チェキ会とかは新鮮でしたね。今の
インナーカラー限定の私をそのままお届けできたのも良かったかな。そう、あのね、あの抽選会のワイドチェキはそう提出期限がね早かったので、写真のそう結構前に提出してたから選べなかったんだけど、そうチェキ会は取って出しな感じだったので、この私をが届くって感じです。急に名前呼ばれるのドキッとした。本当？まあそうだよね、いつ来るか分かんないもんね。確かにそうだよね。こんばんは。モーニングボイス可愛かった。モーニングボイスさ、マジで当たんなすぎてさ、このまま当たらずに終わるんじゃないってぐらい当たんなかったけど、最後の方でまとめてきた。モーニングボイス、こんばんは。でも抽選会の時期もさ、なんなら当たりじゃないって思ったけどね。 F 賞、 F 賞だっけ、全然 F じゃないと思ったけどそう全然ね、ワイズチキなんなら余ったんだが、なんなら余ったので鈴木さらにあげました。鈴木さらに選ばせてあげました。そしたらなんかめっちゃがめついこと言ってきて、なんかサイン書いたらさ、なんか一言ないんですかみたいな一言ないんですかみたいな言われて、なんか欲しいのって言ったら、じゃあいつもありがとうとかでいいって言ったら、いやそんな適当なのは嫌ですみたいななんかもっと思い出があるじゃないですか私たちみたいな言われて、いやどこも一緒に行ったことないしなと思って、なんか好きでいてねって書いといたそう、でもあのね、声出していこうぜ公演のチェキとかは選ばれなかったそう選ぶ5枚余ったのかな、そう5枚余って2枚もらってくれたんだけど、残りの3枚ぐらいはねちょっとさよならしました。こんばんは。なんか特典会あるあるなんだけどさ、ファンの方ってさ、なんか同じ名前の方が結構いらっしゃってさ、どの誰、どっちの誰だろうみたいな、めっちゃ不安なんだけど大丈夫かな。なんか私が知ってるさ名前の人でさ、なんか2人とか一緒の人がいるんだけど、どっちが応募してくれたんだろう、わかんないんだけど、もうどっちにも対応するコメント書けばいいかな本当はさ、そのちゃんとその方に向けてコメントを書きたいんだけど、どっちかわかんないんだよね。ちょっとむずいな。同じ人だとしてもさ、そのどっちがさ2枚買ってくれたんだろうとかさ、そう分かんないんだよねそれ分かんないの、どっちなんだろう。まあいっか、まあいっかも申し訳ないけど、まあ私が思うその人に向けて送るわ、コメントをコメント送るわ、そうする。
こんばんは。暑すぎるね今日。今日可愛い私服着てたのに、もうなんか家着いたらさ、そんなの着てられなくて、着ていられなくて、すぐ着替えてしまいました。そう、幕張のね、写メ会で着たんだよね、その私服。愛ちゃん暑すぎて心配ね、本当にそう、マジで暑いよね。うわー、なんかさ、今めっちゃ聞きたいことあるんだけどさ、ここで聞いていいかな聞いていいかな。でもめっちゃさ迷ってるんだよね、聞いていいかな。いい？聞いてもいや、なんかさ、特定の方になっちゃうんだけどさ、あの、本名だから区別つかないのねってコメントしたお父さんに聞いていい？あのさ、あなたの娘さんは私のサイン会注文してくれてましたそう、その名前のこと、そのね、娘さんとね、もう一人同じ名前の方の女の子がいるのね。どっちかわかんないんだよね聞いてもらっていいですかね、ちょっとマジでわかんないんだよねそう、同じ名前のね、あのね、いるの、本当に。これだけ今日めっちゃ気になったの。なんか2回そのどっちだろうって思った名前の人がいて、1人はいや多分こっちのこの人だなと思ったんだけど、あ、してる？え、2枚してくれてるのかな。だったらその子に向けてコメント書けるんだけど、2枚かな、2枚ねしてくれてたんだよね確か。めっちゃごめん、超指針みたいなことしてる。でもここで聞くしかないじゃん、だって。1枚だった。うわ、じゃあもう一人の、そのもう一人の同じ名前の女の子がいたんだね。まあいっか、どっちかこう分ければいいんだもんね。だって OKOK、 ありがとうございます。すいません、こんなこと配信で聞いちゃって、すいませんすいません本当に。いや、でもトーク会とかで聞けたらいいんだけど、あのトーク会で聞くにはもう締め切りが間に合わないので、すいません、今聞いてしまいました解決ってことで大丈夫かな。こんばんは。コメントって今から書くんや。そうだよん、今から書くよ。サイン会中はね、そう、本当に名前だけしか書いてなかったですっていうルールだったので、あの、名前だけ書いてありがとうございますみたいな感じで、コメントは本当全部後から書くスタイルです。楽しみに待っててね。どっちか不安なのはその人だけ。多分そうな気がする。もう一人いるんだけど、多分ね、多分私が想像してる方だと思うけど、いや、わかんない、一か八かって感じ。まあ信じてみます、私の気持ちを私の気持ちを信じてみます。もうそう、ほんとね、そう嬉しいんだけどね。そう、
でも本当に今回あのなんだっけ初めて見る方の名前がたくさんあったりとかして嬉しかった。嬉しかった。はちきちゃんが多かったから同じ名前飛び交ってて面白かったね。やっぱさ同じ木の人を好きになったりとかするんだなって思って、なんかそれはそれで嬉しいよね。ほんとはちきみんなのこと好きって言ってくれる人が好きです嬉しい。ほんとそういう人がもっと増えてほしいな。前回前お前回前おめでね、ありがとうございます。本当にとっても嬉しいです。こんばんは。こんばんは。明日からバブル、あ、そう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 、それを言いたかったんよ。バブル明日からねあるんだけど、ちょっとね私もね説明会受けたんだけど、なんかあんまり分かんなくてっていうか私の理解力が足りなかったのか、そうなんかよあのねボケっとしてたのかなそうなんかねなんだっけな、あなんか結構なんか本当にメールってなんだろう、まあ有料じゃないですかモバイルメールって。だからさ本当に私のこと好きじゃないと取らなかったりすると思うんだけど、まあバブルも有料なんですけど、あのそう時差がない、その私がパッて送ったものがすぐ送られるっていうのと、本当に結構ラフなメッセージ、例えば今から寝るねとかだけパンって送ったりとかできるっていうことですよね。そうとかレッスン終わったよとか、多分そういうなんだろう本当に今自分が起きてることを多分届けれるコンテンツなのかな。であとねなんかあったんだよね、なんだっけな、それじゃないか、なんだっけな、あそう動画とかが送れたりするのかな、動画とかが送れたりとかする、そうラフなものって書いてある、ラフなものが大きな魅力らしい、バブルのらしいです。そうでもなんだっけ、何なんだっけな、いやでもなんか本当にやってみないと分かんないみたいなとこもあるから、なんかどんどん、まあでもきっとすぐ慣れると思いますってスタッフさんが言っていたので、まあ私が頑張って更新して慣れていくしかないですよね、こういうのって。やっぱでも動画が送れるのかな、そう多分動画が送れる気がする。あれ動画送れるって言ってたんだけどな。まあでもそんな感じです。大まかすぎ。そうでもこれバブルはそうすごい楽しみにしてたやつだからやりたい早く。
対。なんとなく分かった。分かった？いや難しいよね。私も本当 SNS 他にもさやってるからさ、Twitter、X とかインスタもやってるし、そう。なんか使い分け、例えばそのこのバブルはこれ用に使うとかってできたらいいんだけど、難しいよね。今この曲聴いてるとかってふざけすぎ今日はこの曲聴いて過ごしてるよとかってふざけすぎてる。そんな情報いらないよってなる。これ食べたとかそういう感じでいいのかな。そう、でもそのバブルを始めるってなった時にやっぱモバイルメールとかが全く送れなくなるっていうことには絶対にしたくないし、そういうことになると絶対良くないじゃないですか。そうだから、そうね、そういう なんだろう使い分けができたらいいよね。なんかほんと食べ物ばっかりになっちゃいそう。私のバブル私のバブル、まあでもいっか、そういう感じにしていこうかな。なんかほんとなんだっけ、インスタとかもだけどさ、 X とかもだけど結構なんか宣伝ばっかりみたいなものになっちゃってるのもすごい、うーん、なんだかなって思ってたので、バブルはなんかそういう何気ないこと伝えれたらなって思います。そう、ほんとなんかトーク会とかさがあるとさ、ほんと来てねとかしか発信できないようなものになってきちゃってるから、それもなんかねあれだったので。ただ写真がな、写真ね、どういうものを使っていこうかな。バブル難しいね。まあどうにかこうにかやっていくしかないですね。こんばんは。今日のゆずちゃんファンには歓喜ですこのフレーズが伝わる人はちゃんとメール取ってくれてる人ですねインスタの一斉チャンネルとか、そう、それもあるしさ、スレッズだっけもあるじゃん。マジ SNS だらけじゃないこの世の中、やばすぎ。ついていけない、もう私がついていけない、置いてかれてるよ世間に。一斉チャンネルもなんかな、むずいよな。こんばんは。こんばんは。って感じなので、バブルは明日から始まります。なので登録して、今もう登録できるのかな、して待っていていただけるととっても嬉しいです。 X はおはようだから、バブルはお休み。確かに確かにそうだよね。お休みって送るねおやすみって送ります。ガチのおやすみの時間に送ってみようかな。アカウントは作れる、あ、そうなんだ。じゃあそれ作って待っててください。
朝起きた時に寝た時間見るの楽しみになりそう。もう何、なんかメンバー全肯定オタクすぎないそれ。もう何でもありじゃんそんなの。嬉しいけど、推しメンの寝た時間が知れて嬉しいって、もうすごいよね。まあ嬉しいか、嬉しいのか。でもなんかツイッター、ツイッター X とかインスタってさ、多分なんか22時、まあ、超えちゃうと22、23時とかになってくると、いやもう投稿しづらいなみたいな、個人的にね、なんかそういう時間、なんかなんだろう、23時とかになってくるとちょっとなんか今投稿したところであんま見られないかなと思って、そうあんま投稿しないんだけど、そうバブルもモバイルメール、モバメも一応送れる時間が決まってるから、そこら辺も使い分けできればいいかなって思うんだけど、まあ一回本当に私がやってみるしかないから。そもそも夜行性ですか。うん、夜行性、めっちゃ夜、めっちゃ夜活発人間です。こんばんは、こんばんは。投稿しようって言ってたやつまた明日かな。そうだね、ごめんなさい、明日本当に投稿します。本当にすいません。そう今日はそのオンライン特典会だったからね。そう本当になんかもうダメですね本当。こんばんは。初投稿前に登録しないとだな。そうですね、多分登録したところから見れるのかな、そういう有料のコンテンツって。私が投稿する前に、え、私が最初なんて伝えたらいいんだ、むずいな。初めから見ることはできないもんなんだって。念のために今日中にやっておいた方がいいやつか。そうですね、ぜひその方がいいかな。
ありがとう、ギフト。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。なんかほんと今日暑すぎてやっと今暑いって感情がなくなった気がする。なんか一日ずっと暑かった気がする。もう頭のどこかで暑いと思ってたけど、やっと今その感情がないかもってぐらい、やっと涼しい。ずっと今日暑すぎてた。結構強めの雨降ってませんでしたか？それ誰だっけ？ママが言ってたけど知らなかった。雨降ってたの。今日は雨に遭遇してないですね。他のメンバーのポストで音声メッセージ、あ、そう、それ音声遅れたっけなって確信持てなかったんだけど、やっぱ遅れるよね。鼻歌とか歌ってみようか。陽気すぎやろ。そうでも音声パチパチパチ終わったよイエーイとかって送ってみたり。おやすみって送ったりできるってことやんね。だってボイスメッセージ。チキといたらめっちゃ騒がしいメッセージ届きそう。絶対騒がしいっていうかうるさそう。絶対うるさい。絶対うるさいですね。こんばんは。ありがとう、ギフト。ありがとうございます。ありがとう。バブルで乾杯できるので、今日飲んだよって。やだ、なんかお酒とか投稿するのなんか生きってるやつみたいじゃない。あんまりね SNS とかで書かないけど、予想外にめちゃくちゃ似合ってる。あ、インナーカラーですか？嬉しい。もうすぐ撮るけどね、実はもうさよならするけど。需要あると思う。ある？面推し面のお酒じ、お酒飲む事情必要ですか？
か飲まないけどね、そんな。乾杯、あ、乾杯の音声、なるほどね。何でも嬉しい、もうみんな優しい。乾杯メッセージ欲しい。何乾杯メッセージって、例えば何、何だろう、乾杯メッセージむずない、乾杯メッセージって。青春グロービングも歌っとけばいいかな乾杯しようって。期待値がどんどん上がってきた上がってきました、嬉しい。いやでもきっとバブルでしかできないことも、まあ今は分かんないけど、きっと使っていくうちに分かってくるかなって思う気もするので、そうだね、ちょっといろいろ試行錯誤というか試しながらやっていこうかな。もうインナーカラー入れちゃいましょう地毛に入れていい？でもね、今ねめっちゃね頭痛いんだよね、シールが引っ張られすぎて、なんかタンコブみたいないるんよここに、めっちゃ痛いの。それが頭ぶつけたんかねってぐらいね、なんかボコってなってて、そこがめっちゃ痛いの。なんで？そう、めっちゃ痛いんです、頭痛かなと思ったら、そのなんかね、タンク部みたいな、え、痛いんよね、シールがね、引っかかる。あ、やばい、取れそう、ここやばい。あ、ほら見て、これシールこうなってんの。え、マジで取れそうじゃない、危な、隠そう。すごいよね、でも髪の毛洗ってもさ取れないのにさ、すごくない？ずっとついてんの。今のめっちゃ痛かったな、危な。マジライブ、ライブつけてるかどうかは秘密だけど、ちょっとやばいですね。全体染めるとかはしない、しないな。あんまね染めたい欲がないのと、自分も黒髪が好きだからですかね、ファンの方と似ててなのと、その一回染めちゃうとさ、その例えばなんかプリンになっちゃったりして、また行かなきゃいけないっていうのがめんどくさいから、いいかなって思う派ですね。こんばんは。やっぱ染めたら染めたい、その分お金もかかるし、まあ染めてみ、全く染めてみたいって思う気持ちがないわけじゃないんだけど、今はいいかなみたいな。この職業いつかしなくなった時に染めてみたいなとは思うけど、アイドルでいるうちは黒髪がいいかなって思います。でもやってみたいなって思う髪色はねあるっちゃあるんだよね結構。
でもなんか茶髪似合わなそうなんだよね。なんか明るい茶色とかは似合わなそう。なんか暗めの色なら良さそうだけど、勝手なイメージだけど。こんばんは。インナーカラー他にしたい色、他にしたい色、なんだろう、他にしたい色、ボルドーとか可愛くない？ボルドー系か。あとなんだろう、 あれうわ、でもな、なんか結構色系攻めてみたいけど、もうなんかエクステめんどくさくてもういいかもって思っちゃったママに、あんたもうエクステ飽きたやろって言われて、そうバレたって言ったら、んちょっとなんかめんどくさそうやもんって言われた。その通り。いや可愛いんだけどね、そう可愛いんだけど、髪の毛乾かすのめっちゃ時間かかるし、そうめっちゃ時間かかるし、めっちゃ引っ張られて痛いし、そういや可愛いんだよ、可愛いから何でもいいんだけど、そうなんか可愛いを越すぐらい、越すぐらいというか、もう越してる苦労がもうありすぎてちょっと大変です。でも染めるのも嫌だからいいんだけどね、別に。こんばんは。でもみんなが可愛いって言ってくれるからハッピー、ハッピーです。今のうちにたくさん写真ね、ちょっと SNS に残しとかなきゃですね。インスタとかに投稿したいけど、インスタに載せるほどの写真がないな。今からでも撮っておくべきかな。ね、インスタ載せたいよね。西井さんが氷を食べてるゆず子さんに驚いたと話してました。そう、西井美桜がなんかめっちゃ、なんかこの間エスコア出てくれた時にそうおしゃべりしてたんだけど、なんか心配です私はみたいな急に言ってきて、そうなんかなんでって言ったら、 何が心配って言ったら、ゆず子さんめっちゃ氷食べるから私心配ですって、なんか心配してくれた。いい後輩ですね、心配してくれる。ね、優しい。こんばんは。みおたんとご飯行ったことある？ないゆず、後輩とご飯行かないもん。同期か先輩しか行かんから。後輩と一回みゆちゃんとお寿司行ったかなぐらいで、他はないかな。あでもみくる、でもその自分と後輩一人とかは本当にみゆちゃんだけですね、今まで行ったの。そう私がねあんま誘わないんだよね。そうあんまりそもそも休みの日にご飯に行かないっていうのと、誘うよりも誘われる側なのであんまり行かないですね。そうめんど
どくさいと思っちゃうよね、家出るの。そもそも誘うっていう行為がめんどくさい。なんかもうそのために連絡するのもめんどくさいし、そうで、その後何時集合にするってかいうくだりもちょっとめんどくさいなと思っちゃうし、だし、なんだろう、公演終わりに行ったわけにはいかんか。すぐ帰りたい、公演終わりは。マジで秒で家帰りたい。もう早く帰りたいと思ってる、内心。もう瞬間移動できんかなって思いながら帰ってる、いつも。そう、もう家のことしか考えてない。早く帰りたいって思いながら、反省会もちょっと頭の片隅にちょっと早く帰りたいなって思いながら聞いてるし、うん、なんかそのなんだろう、ちょっと帰る帰らないっていう、あのなんかようわからん絶妙な空気が苦手なの。そう、なんかいつ帰るみたいな、あのその感じがめっちゃ苦手です。だからじゃあもう帰るわって言ってスパッて帰ります、いつも。そう、なんかみんなだらだらなんか携帯とか見ながらいつ帰るんだろうなって思いながら、いつ帰るね、いつ帰ろうねみたいな、あと何分後には立ちたいよねみたいな、そうっていう、なんかあの感じがすごい苦手で、私は本当音楽とか聴きながら一人で帰るのが好きなので、じゃあ帰るわって言ってよく一人で帰ります。それが一番楽しいから、本当に、うん、一番いいよ、やっぱ自分のペースで帰るっていうのが一番いいです。いや、もちろんなんだろう、なんかたまにでいいんだよね。そのすっごい公演終わりとかもご飯行ったりとか、ご飯行ってそのままおしゃべりしてゆっくり帰るっていうのもいいんだけど、毎公演するってなるとちょっとだいぶきついかなっていう、月に1回あるかないかぐらいで十分かなって思いますね。そう、ほんとたまにでいい。こんばんは。 ISTP すぎ、私ほんと生粋の ISTP だから、 ISTP しか出ないよ、 MBTI 何回やっても。し、絶対みんなにうわって言われる、 ISTP じゃんって言われる。悪口。一種の悪口すぎ、 ISTP じゃんっていう、悪口すぎますね。仕方ない、でもそれになりたくてなってるわけじゃないんだからね、そういう性格なだけで。ギフトありがとうございます。ちなみに私はアミちゃんと相性がいいです。 MBTI ゆずアミですね、さすが、さすがゆずアミですね、相性いいんですアミちゃんと。そういう運命なのかな。そろそろ終わろうか、メール送れなくなっちゃうので終わりますか。そろそろ、ありがとうございました、ありがとうみんな、また明日会いましょう。明日もリハ終わりに配信しようかな。ありがとうございました、バイバイ。明日からバブルよろしくお願いします。またちょっとメールとかで詳しく説明できたらなって思います。
またね、おやすみ、ありがとうございました。またね、おやすみなさい。